さて今回はジャムセッションについて Q&A という動画をお送りしたいと思います。アックスのミキです。今回ですねコメント欄に来た質問にお答えしたいと思います。というのもですね今週ですねやりますジャムセッションミキトシコプレゼンツジャムセッション2024年4月27日の土曜日夜の7時から10時大阪本町にあるプラジャの大阪でやります。これの動画を出したところですね質問が来ましたのでそれにお答えさせていただこうと思います。ジャムセッション行ってみたいけど吹いていいものか、私が果たして吹いていいものかみたいなね疑問とか、あとは見学とりあえず吹く前に一回見ときたいとかですね、まあそういういろんななんかそのもじもじしたような悶々とした思いがあると思います。それにお答えしたいと思いますけれども、まずですね見学は大歓迎です。とりあえず見ておきたいという方、はい、遠慮なく来てください。ただこの参加費がね安くなるわけじゃないのでその点ねご注意ください。見学希望の方は下のですね概要欄にあるお店のホームページのリンクからもしくは僕にですね直接お名前と予約人数の方を送っていただきましたらこちらで予約しておきますので遠慮なくご連絡くださいという感じですね。今後ねこれ継続していこうと思ってるんですけど、まあ一発目なんでより多くの方に来ていただきたいという思いがあります。継続していく中でですね次参加するときはこの曲をマスターしようとかですね、まあ、目標みたいな感じでね自分のレパートリー増やしていく目安にこのセッションも使っていただけたらと思います。そういう感じでね捉えてもらったら全然 OK です。これからねジャズサックスやっていきたいとかジャズのアドリブマスターしたいとかそれよりも何よりもまずアドリブってねどんなものか体感したいとかそういう方はぜひ最後までご覧ください。じゃあ質問内の方を読みたいと思いますけれども、ジャムセッションについて質問させてください。サックスを始めて1年半社会人をしながら練習しています。大人ジャズなど練習していますが1曲間違わずに吹けた試しがありません。楽器の経験もほとんどなく音感もリズム感も悪くメトロノームに合わせて吹くのも苦手です。そんな私がジャムセッションに参加するのはありでしょうか。参加レベルの目安やみんなで吹く課題曲などあれば教えていただけると助かります。何卒よろしくお願いしますところですね。はい、どうもありがとうございます。ということでですね、質問内容ねこちらまとめました。主に2つだったと思いますけれども、 9-1 が参加者のレベルはってことですね。で2が課題曲はありますかってことですね。でこの方の歴は1年半で、まあ、社会人からサックス始めたということですね。で大人ジャズっていう全音出版から出てる曲集を練習しているけど完璧に吹けないと。であと音楽経験がなくて音楽に対して自分は長けてないということですね。それでも言っていいですかということなんですけど、まあ、全然 OK です。はい、気持ちが大事なんで。正直前回ね年末の時も、まあ、僕と古野さんがねセッション行くか一緒に行きませんかっていう企画やった時も来られていた参加者の方で、まあ、その方知り合いの方やったんですけど、ワークソングのねテーマだけ吹かしてくれみたいな感じね。アドリブはもう要請からとりあえずテーマ吹きたいと、それで吹いてもらいました。もうそんなんでも大丈夫です。とにかくねジャムセッションっていうのは準備して自分の気持ちが決まったら行こうってやってると永遠に行けないんですよ。だってそうじゃないですか、サックスジャズとか練習してたら永遠に課題はあるわけです。永遠に課題があるのをこれができたこれができたらと思ってたら練習すればするほどどんどん課題って出てくるものですから動けなくなりますから、見切り発車が大正解です。僕の話で言うと相当見切り発車でこれまで人生送ってます。そんな感じで僕自身がやってるぐらいなんで、別にセッションね初めて参加しますでバリバリ吹けたらそらおおすごいってなるけど、とりあえずねセッション来ました、この曲のメロディーだけとりあえず吹かしてくださいでも全然 OK ですから、そういうのは事前に相談していただけたらちゃんと対応しますという感じなんで、まあこの方の気持ちが、はい、一番大事ですからぜひ参加してください。あとこの方がですね大人ジャズの中のどの曲を練習してるかとかそういう具体的なことをねちょっともうちょっと教えていただきたいんですよ。じゃあこちらももっと具体的にいろいろ対応ができますので、ぜひぜひお問い合わせの方からご連絡ください。他の方も例えばこの曲集やってるけどこの曲集のこれ練習してるけどそれで大丈夫かとか、まあ、そういうのは気軽に聞いてください。それで細かいこと書くんがめんどくさかったら画像を送ってください。曲集の表紙とあと練習してる曲丸してあと楽譜の画像とか送ってくれたら大体わかりますから、はい、そんな感じでもいいです。とにかく連絡がいただけたら僕はいろいろできますので、はい、その点お願いします。回答の方ね行きますけど、1ですね参加者のレベルってことなんですけど、これはね告知の動画でも言ってますけどセッション初心者からプロまでです。でセッション初心者っていうのが多分イメージが湧きにくかったと思いますけど、まあアドリブやりたい人ですね、アドリブやりたい人は来てくださいとりあえず。で1曲でもなんかメロディーをね楽譜見ながらでもいいですよ。とりあえずそこから行ったらいいと思いますっていう感じなんで、もちろん吹ける方はね曲がたくさん回ってきますからどん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 吹きまくってください。でどんどん腕磨いてください。もちろんプロの方も大歓迎ということでお願い
します。次にですね、課題曲はありますかってことです。まあ、特に設けてないですけど、当日やりそうな曲をリストアップしました。これはいずれもジャムセッションの初心者の方がよくやる曲です。別にこれ以外の曲をやりたいっていうことであれば、それもね先にご連絡ください。当日でも別に構いませんけどね、とにかく対応しますので。当日やりそうな曲なんですけど、まず枯葉、ワークソング、ウォーターメロンマン、マック・ザ・ナイフ、カンタループ・アイランドなどって書いてます。こういった曲ね、ちょっとでも吹いたことがあるという方は全然問題がないですから。メロディーはね一応吹いてほしいですけど、メロディー間違ったって別にいいです。でアドリブできないんやったらとりあえずメロディーだけ吹いたらいいし、アドリブねちょっと練習してねやったらとりあえず吹いてみたらいいと思いますって感じですね。はい、もうとにかくね、習うより慣れろ、現場でやっていくもんなんで。でそこにねとにかく準備してたらもう人生終わっちゃいますから、人生短いですから、とにかく一歩踏み出してみてください。とにかくこのジャムセッション大歓迎、どんな方も大歓迎ですから、はい、来てみてください。そういう感じで今回のねちょっと内容をお送りしてきましたが、最後星印のところですね、コメント欄問い合わせからお気軽にご質問くださいということです。何回も繰り返しになりますけど、こんな曲吹きたいけどいいんですかみたいなのがあればポンと投げてください。とにかくこっちに遠慮なくやってほしいです。普段ですね、まあ、あの発表会の時でも、僕はあの教室の発表会とかある時は基本的にその方が吹きたい曲をリストアップしてもらって、でそれでその中で吹けそうな曲を選んで、でその方が吹きやすいようにアレンジしてっていうことをもうずっとやってますから、その辺はですね遠慮なく何でも投げてきてくださいということです。今回はですねジャムセッションについて Q&A ということで、今週ありますジャムセッションですね、2024年の4月27日土曜日夜の7時から10時、まあ店のオープンは多分6時半になると思います。でプラジャナ大阪、大阪本町にあるプラジャナ大阪で、参加費が2300円のワンドリンク付き。でホストミュージシャンは僕三木俊彦と、ピアノ生島博文、ベースが張木浩二で、セッション初心者大歓迎ということになっております。2つね質問ありましたけど、参加者のレベルは初心者かプロまで、どのレベルでも歓迎です。特に初心者の方いっぺんね見に来てほしいです、体感してほしいです。あと見学だけでも大歓迎です。オフ会のノリで来てもらっていろいろね僕と喋ってください。それもね僕にとって非常にあの嬉しいことですし、何か1つでも持って帰っていただけたらと思います。であと、課題曲はありますかってことですね。特にないけど、枯葉、ワークソング、ウォーターメロンマン、マック・ザ・ナイフ、カンダルアイランドとかはやる予定になってますってことですね。であとジャムセッションの中で、まあ、ちょっとした時間があれば、ホストミュージシャンがですねこれまでねジャズをやり始めるときどんなことやってたかとか、そういうねちょっとしたトークタイムみたいなのも設けようかなと思ってますので、何か参考にあることがあるイベントになっております。皆様のお越し、お待ちしております。詳細ご予約お問い合わせは概要欄の方からよろしくお願いします。